鉄拳の町。いざ立ち上がる義父左馬之助の襲行を打ち砕かん。左馬之助、そなたを呼んだのは褒美を使わそうと思っての。いやー、拙者はただただ殿への忠義に勤しんだまでのこと。いやー、それにしてもこの旅の代表にまこと嬉しゅうございますな。なんか言っても囚人どもの兵を使ったのがよかった。いえ、囚人の兵ならば死んでも少しも惜しくありませんからな。おかげで家臣の犠牲が少なくて何よりですわい。初めからそうしていただければわしもこんなに苦労せずに済みましたわい。この数珠は囚人の兵の一人坂東と申す男より預かったものだ。そして坂東は死んだ。このゲス野郎、このゲス野郎だ。そこまでだ、金継ぐ。己の手が汚れるだけだ。